こんにちは、かなです。今日はですね、前回のコストコ購入品の続きで紹介した食材で、ちょっと作り置きだったり、夜ご飯をもうちょこっと簡単なものなんですけど、作ってみたので、よかったら最後までご覧ください。それでは、スタート!はい、ではまずお米を炊くところから始めたいと思います。お米を3合に対して、コストコの購入品で紹介した16雑穀の素を1つ入れたいと思います。はい、こちらです。こちら1袋でお米に3合で、お水が 60ml です。お水を 60g 入れるみたいです。で、軽く混ぜて30分置いてから炊飯します。汚くなっちゃってるんですけど、今日コストコのフードコートで買って食べてたシーザーサラダなんですけど、今日買ったこちらをかけて夜ご飯に食べようと思います。こんな感じになってます。これが朝の実です。で、こちらを適量サラダの中に入れて、そしてこちらのサラダを軽く混ぜて、で、もう出来上がりです。ドレッシングも入っているので、このままお皿に移しておきます。鶏肉とか入ってます。こんな感じです。はい。では、コストコで買ったアボカドを切っていきます。まずこうやって、切り目を入れてパカッと開けるんですが、とっても硬かったんですが、この後、この後なんとかアボカドを切って、次はこちら98円だった大根を使う分だけカットします。そして、皮を剥いて、先っぽの部分は、お味噌汁に使いたいなと思うので、さっきこちらを適当な大きさに切っています。だいたい 0.5mm くらい。で、お水を入れたお鍋に大根も入れて火にかけていきます。あ、そうだ。だしパックの中身を適量入れてます。そして火にかけて置いておきます。はい。では、先ほどの余りの大根を半分に切って、そしてまた半分に切って、で、こちらも薄く、スライスじゃなくて薄く切っています。すべて同じように薄く切って、で、ビニールに入れます。そしてお塩を振って、ちょっと塩もみしたいと思います。はい、適量塩を入れて軽く揉んで少し時間を置いておきます。水が出てくるのでちょっと置いておきます。では、主人が大好きな長芋です。こちらもコストコで購入したものです。はい、で私は手が荒れるので、こんな感じで両手に手袋をつけて山芋を剥いています。で、半分に切って半分ずつカットしていきます。さらにまた半分に切って、半月型で作りたいと思います。だいたい1センチ幅くらいかな。1センチから 1.5 センチくらいの幅にカットしています。で、こちらもビニールに入れていきます。で、残りのものも同じように調理するので、カットしていきます。今回この山芋はすべて、もう短冊で食べます。で、お酢を入れて色が変わるのを防ぎます。適量入れてなじませておきます。そしてもうこちらはタッパーに入れちゃいます。いわきのタッパーを使っています。楽天ルームに載せているのでよかったら見てください。こちらをとりあえず冷蔵庫入れておきます。後で鰹節をかけました。はい。そしてカットしたアボカドのところに水気を切った大根を入れていきます。そして、コストコで買った藤子の塩昆布を適量入れます。家にあったごま油もお好みで入れます。これはね、ごまとか、プチトマトとかも入れてもよかったかなって思いました。これはもう適当になじませて置いておきます。こちらは作り置きにすることで、また味がね、馴染むので、作り置きにぴったりなメニューだなと思いました。次はお家にあったナスビなんですが、こちらもついでに調理しておこうと思って、切って、ビニール袋に入れています。こちらも水にさらしておくので、ビニール袋に水を入れて、こんな感じで少し置いておきます。で、その間にコストコで購入したネーブルオレンジを切っていきます。この日はとりあえず3つカットしました。夜ご飯用と、タッパーに入れて置いておく用で3つカットして、3つ皮を剥いて、で、こちらは、オレンジの実の部分だけカットしています。皮が入っていると娘が食べないので、皮を取って実だけ。で、皮はね、私が食べてます。はい。この地味な作業が好き。そして、このタッパーに入れたオレンジもとりあえず冷蔵庫に入れておきます。こちらもいわきのタッパーです。では、夜ご飯用に置いておいたバンガシウスフィレだったっけのお魚に、こちらもコストコのニンニクのお塩かな。なんかね、ニンニク系のお塩です。マジックソルトみたいな感じなんですけど、こちらだけもうお魚に両面かけて置いておきます。で、その間にキッチンペーパーを敷いて、水にさらしていたナスビを置いていきます。で、上からもキッチンペーパーで水気を切っておきます。では、お鍋にオリーブオイルを適当にスプレーして、で、こちらでね、ニンニクのソルトを、ガーリックソルトをかけた魚を先に焼きます。で、両面数分焼いて、お魚に火が通ったなって思ったら、今日の分は先に盛り付けておきます。娘の分と主人の分です。で、残りはタッパーに入れておきます。また、冷蔵庫入れておくといつでも食べれるから便利なので、これは冷ましてから蓋をして冷蔵庫に入れます。そして次、多めにオリーブオイルをお鍋に入れて、ナスビを揚げ焼きみたいにしていきます。たっぷりの油でナスビをね、焼くと美味しいので、ちょっと多めにしています。で、ナスビを焼いている間に、クラッカーでちょっと娘と母におやつを作ろうと思います。こちらのプレミアムクラッカーは先月のコストコ購入品で紹介したもので、このチーズスプレッド、今塗っているものが今回のコストコ購入品で紹介したものです。それにコストコで買ったブルーベリーを乗っけています。そしてお家に余っていたイチゴパウダーをかけて、で、ちょっとしたおやつを作ってみました。どうぞ。いただきます。うん。美味しい？うん。砂糖足りてる？うん。美味しいよ。あいな食べる？これ、ナチュラルチーズ、プロセスチーズって書いてる。でも、似てる感じかな。この、焼いただけのナスは、さっきのこの魚に添えて食べたりとか、チーズとトマトケチャップかけて焼いて食べたりとか、あとポン酢かけて食べたりとか、つゆかけて食べたりとかに使いたいと思います。冷ましてから入れようか。そして16穀米が炊けたので、こちらをかき混ぜて、ほんまに？じゃあもうご飯にしようか。薄めのお皿に盛り付けています。で、あとタッパーにもストック用に入れていっています。で、ある程度もタッパーに入れて、最後残りちょっと主人のところにも持っておきました。で、炊飯ジャーはもう洗っておきます。そして、タッパーに入れたご飯に蓋をしていきます。こんな感じで、1回で3合炊いて全部ストックして、急速冷凍のトレイに置いてストックしています。で、コストコで買ったオニオンフライをお魚にかけています。カリカリしてとっても美味しかったです。こんな感じです。で、今回作った、焼いただけとか切っただけのものが多いんですが、こんな感じで、切ったり焼いたりしてタッパーに入れておくとご飯作る時に楽なので、最近こういった感じで調理しています。はい、今回はこんな感じでした。で、娘の夜ご飯はお味噌汁と今日作ったもの、そして主人のご飯もこんな感じで短冊とか、あと大根のお味噌汁とか、あとお家にあったキウイとコストコのオレンジとベリーで、サラダだけ私が食べました。これはちょっと食べさしだったので私が食べたんですが、今回は最近ね適当ご飯なのでこんな感じです。はい、というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。少しでも楽しんでくださった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。